どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。 Amazon のですねマスターカードがね届いて、まあ、手元にあるんですけども、こんな感じデザイン的にもね非常にかっこいいなっていう風に思ってるんですけども、今回はですねまあ管理アプリだったりまあ Apple Pay とかに追加したんで、そちらをですねご覧いただきたいなと思います。こんな感じでですね Apple Pay で使えるようにしてるんですけども、これですね一番上の Amazon っていうのなんですけども、はい、こんな感じ。まあデザインもねそのままでめちゃくちゃかっこいいっすよね。シンプルでいいなっていう風に思ってます。でいろいろね管理するアプリなんですけども、こちら三井住友のですねカードなんですけども、こちらからですねいろいろ見ることができると。で僕ちょっとねログインしました。アカウント作ってやったんですけど、そしたらね Amazon マスターっていう風に出たんで、現在使っているカードをですね裏に情報が書いてあるんで、それを入力するとこういう風に出ていきます。で、まあ、まだ一回も使ってないんで0円なんですけども、こんな感じでじゃあ今月いくらですよっていうのがここから見ることができると。でまあご利用枠だったり支払い方法の変更とか、まあ、通知とかをですねいろいろまあできるみたいですね。でもちろんまあ細かい詳細とかはここの矢印のところを押していただければ、まあここに多分出てくるんじゃないかなと思います。でここにですね外部連携サービスの登録っていうのもできるみたいですね。三井住友のあの銀行ね、あの口座を持ってる人はここに多分連携することができますし、三井住友カードのプリペイド、ビザプリペイ僕持ってるんですけど、それいけんのかな。まあいけたらちょっとやってみたいと思います。でホームを編集するっていうのがあって、まあこれもいらないやって思ったらここから消していけるみたいですね。なるほどねっていう感じですね。で利用通知でスタンプを貯めるっていうのがあるんですけど、これ何？利用通知でスタンプを貯めてプレゼントを受け取ろう。500円以上の利用通知を受け取るとなんかスタンプがもらえるっていうことらしいですね。どういうことですか？まあ、スタンプで特典がもらえる。何の特典なの？はい。V ポイントギフトコード3万円分。ドトールのギフト500円分。ミスドのギフトチケットとか。まあ、いろいろね、もらえるみたいですね。まあ、どうでもいいかなっていう感じかな。で次お得情報っていうところなんですけども、まあ今やってるキャンペーンとかね細かく載ってます。で家計管理っていう機能があるんですけども、まあこれいわゆるなんかマネーフォワードみたいな感じで管理してくれるんですかね。まあ多分そんなんだと思います。でコラムっていうのが、まあ今このコラムがたくさんありますんで、まあ読みたいものを読んでいただければいいんじゃないかなと思います。でメニューですね、こんな感じで今登録しているカードの名前が出てきて、まあ情報の変更だったりすることができます。でサポートとかアプリログインですね。でご利用枠の、まあ、引き上げとか支払い系のやつですよね。であとリボ払い分割払いのお話、まあポイントを貯めるんだったらここですよとかね、いっぱいありますね。各種手続きでアプリについて、おすすめアプリマイページみたいな感じのことがあるみたいです。まあ別にね複雑じゃないんで、まあ使いやすいかなとは思いますけどね。でも割と三井住友系のカードをここ一括管理できそうなんで、これは非常に便利かなという感じに思いますね。だから僕まあいくつかカードを持ってますけど、普通に買い物っていうか、あのまあスマホとかそういうなんていうのガジェットとか買う専用のものと、まあ食事系のものと分けて使うっていうやり方がいいのかもしれないですね。そっちの方がなんか分かりやすい気がします。あと毎月固定でなんか払うやつを別にしておくとか、まあいろいろねちょっとやり方はあるんだと思いますけど、そこら辺ちょっと試行錯誤していきながら、まあ、考えたいなという感じに思います。で、まあ、次回の念を込めて言いますけど、クレジットカードたくさんあると、まあ、使い切れないのである程度絞った方がいいとは思います。さすがにねもう10個も20個もそんな持ってる人いないかもしれないですけど、あまりにも多すぎると管理ができないよねっていうのはあるので、まあ、それちょっと僕それだけ気をつけたいなと思います。もう増やしていくの好きなんですけど、増やしすぎると管理できないんですよねみたいな感じで、まあ、多くても2個3個が限界かなと思いますけどね。メインで使うものとかこれ専用で使うものみたいな感じで分けて使うみたいなやり方がいいのかなという感じに思います。まあまあまあ考えていきたいなと思います。というわけで今回はですね Amazon のマスターカードですね登録してみたっていうお話でした。お疲れ様でした。